営業マンもこの3つの視点を持って上を目指していくと、まあ、基本的にうまくいくんですよ。フランチャイズチャンネル、フランチャイズおすすめ本、はい、前回ね、あの FC コンサルタントのタミヤ先生の新刊を紹介するったんですけど、まあ、そこまでおすすめっていう感じでもなかったもんですから、本棚から1冊出してきました。これは山口教一さんのセンスのない私がトップ営業マンになれたたった20分の秘策というね、そういう本です。気になる。で、まあ、僕があのサラリーマンとして最後に1年ちょっとだけ勤めた、その僕がいた時はトータルサービスという会社だったんですけど、それがトータルリペアになってアミックスという名前になって、その創業者ですね、山口さん、はい、でこれはね、僕もその本当に山口さんには期間としては短かったんだけど、かなり勉強はさせてもらって、山口さんの理論というかね、この考えっていうのは、まあ非常にですね、役に立つんですよね。まあ、例えばこれをどういう人に読んでほしいかというと、今営業をやってる人でこれから起業していきたいっていう人なんですよ。非常にそのステップとかね、その考え方が書いてあるんですね。営業マンから経営者になれるっていうね、まあ、そういう中で、まず営業っていうのはただ単に決められたものを売るというところから、マネージャーになって、そこから上が今度はマーケティングっていうもので、このマーケティングまでできるようになれば、これはその経営にかなり近づいていく。営業マンもこの3つの視点を持って上を目指していくと、まあ基本的にうまくいくんですよ。とにかく山口さんってのは理論的で、まあ最初にね、自分がなんでこのトータルサービスっていう会社を創業したかっていうことが書いてあるんだけど、この分類も面白くてかね、この進路と職業という、世の中にはこの5つの分類しかないと。ほう。大企業のサラリーマン、はい、中小企業のサラリーマン、はい、公務員、はい、専門家、経営者しかなくて、うん、で山口さんは結構高校は進学校なんだけど、二浪するんだよね、遊んじゃ、東京出てきて遊んじゃって、はい、でその二浪の時点で、まあ、ある先輩からこの話を聞くわけですよ、はい、世の中にはこの5つしかないと、うん、二浪してる時点でここないじゃないですか。大企業のサラリーマン、はい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 、中小企業のサラリーマンか、公務員に行っても、公務員は国家と地方に分かれて、それで上中下があるんだけど、うんうんうん、ここもないじゃないですか、国家とか。ないね、うんうん、となると中小企業のサラリーマンで上を目指すか、うん、かはもうこっち目指すしかないわけですよ。専門家経営者を目指すしかないと、うんうん、で当時だから二浪してるってことは、まだ高校生に毛が生えたってこと、うん、で経営者になれるのかっていう、うん、でもそしたら人がやらない商売をね、選べばいいんだよみたいな。でハウスクリーニングから入るわけですよ。そういうところからこう書いてあって、この分類を頭に入れとくだけでも結構役立つんですよね、うん、でとにかくね、こういう具体的なアドバイスが非常に多くて、営業マンで売れるようになるにはまず自己紹介だっていうんだよね、うん、でこの自己紹介もね、やり方があって、まず10分って長いやつをやるわけですよ。10分の自己紹介をできるようにして、それを5分にして、3分にして、1分にする。でこれが大事なんですよ。で鏡を見て録音してやれと。でこれをやるとね、本当に変わるんだよね。で自己紹介すら実はできない人っていうのが営業マンやってんの。会社の説明も一緒なのね。会社の説明すらできない、自己紹介すらできないのが営業マンはしてるから、だから売れないわけですよ。だからこれをちゃんとやるだけでも、もうすごく売れるようになるね。この当時フランチャイズに入っていただいた方も研修で、まあ、これをやってね、ここまで書いてもちゃんとやんねんだ、これ短いのだけや、この1分だけ考えてくるとかって、そうじゃないんだって。10分をやってそれを短くするから、この1分っていうのがキレのあるやつになるわけや。ここまで書いて研修してもならないね、うん、一つだねと思ってましたけどね、僕はね、うん、でも、まあ、そういうですね、実はこの営業関係、そして経営につながっていく、まあ具体的なやり方っていうのが非常にまとまって書いてある。で、ところがですね、これ今買えるのかと思ってみたら、買えないんですね、これ。で、Amazon で見たら7300円とかして、当時トータルサービスの本倉庫には何千冊も積んであったのに、ということで、まあこれはちょっとどうやって手に入れるかはちょっとあれですけど、おすすめです。